で、ついでにピラミッドがあったら赤玉を置いてこよう。そういう感じで。よろしくお願いします。これクエストマークはどこに向かってんだろう？ピラミッドかな？大木槌長老から話は聞いているよ、眠たそうな顔をした人間が来たら助けてやっ。それにしても大木槌は外があるメルキト町から来たなんて随分と長旅をしてきたんだね。はぁ、旅の旅、うん、都合のいい道具じゃないか。いいな、俺らも早く大木槌の里に帰りたいな。連れて帰ってやろうか。うん、見ちゃんない。そうこの先にいるピラミッド建物、強い敵がいるから気をつけてね。じゃなくて、ドムドーラのことをちょっと教えてほしいね。ピラミッドとかじゃなくてさ。何のために建てられたのかな。知らんがな。知らんがな。まあ、ピラミッドってだからお墓だよね、言うたら。お墓。まあ、ジャパニーズで言う、ジャパンで言う、その古墳的なやつだよね。まあみんな知ってるよね。うん。そんな、賢いアピールしなくても、みんな知ってることですから。全然そんな賢くないですから。よし。ドゥドゥ、マップ。ここ川渡れるな。ここ渡れるわ。あ、これ鉄じゃない？初めて鉄。やった。イエー。てか、あるじゃんピラミッド。普通にあるじゃん。鉄が必要。多分ね、すぐには入れないよね、多分。あ、赤い玉置いとく？ちょっと試しに置いといてみようか。入り口のとこらへんに。あ、鎧くんがいっぱいいるな、鎧くんが。で、あいつ、ボス！ボスじゃん、君。4、5、6。溜めて、レイブ！あと一発。ほっ！よし。お、来た。カウンター！食らったか。あ、びっくりさせんなよ、マジで。死んだかと思ったわ、今。あ、ダメだ。ダメ。おい。おい。ダメ。お、ダンジョンの音になった。なんかブツブツ言いよる、なんか。ここにちょっと置いとこう。
ひてはそんなことより鉄が欲しいのだが、なんかけどちょっと気になるな、入ってみる？ちょっと入ってみる、触りだけでも。うん、ちょっと触り、気持ちだけ、ちょっとだけ入ってみる。装備もないしさ、今。なんかけど中でブツブツ言いおるんよ、あいつら。なん敵かな。一方通行だね。なんかやばそうな、なんか団体、宗教的なやつ。あーどうしよう、なんかボスでできそうなんだよな。大丈夫かお前ら。信じる者はみんな救われるとか思ってんのか。まあ、信じることは大事だけど、努力もしなきゃいけないね。信じてるだけじゃ何も始まらないから。今火吹かれたよね。おおさっ、燃えた。これか、やっぱダメだよな。やっぱりやっぱダメだ、壊せない。石、鉄系がないとダメだ。鉄系が、正気に戻れ。無心で祈りを捧げているようだ。忙しそうだから、鉄取りに行こうか。なんかみんな祈りに忙しそうだし。こっちなんかある？なんだここ、アヤシスだぞ。ここアヤシスだわ。ギガンティックアヤシス、ここ。うわ、アヤシス。は？なんだこう、壊せないんだけど。もしかしてなんかこっち正規ルート的な、なんか入っ、まだ入っちゃいけなかったかな。なんか嫌な予感しかしないんだけど。あっ、なにこれ、初めての暖炉。控えめな暖炉、おしゃべりな暖炉、使い捨てカイロ、鉄取りに行こうか。これなんか道迷うな。ってことはこっちもなんか怪しいよね。なんか出れた。うわ、早速。あ、一体だったらいける。1,2,3,4,5,6 ドン。なんで逃げるの。あー、もういっぱい来た、いっぱい来た。さすがにそれはやばい。え、2,3,1。
1111111111。いける。ああ、ゴリ押しが通用しないわ、この世界は。全然、もう絵手が得意とするゴリ押しが全然通用しない。ああ回収しに行きます。服あ、そうだ、ちょっと作れるね。ちょっとだけ作ってみよう。何個できる？何個か、おお、結構できるじゃん。木の扉、草花スコップ、剣の壁掛け、鎧の騎士物、結構作れるじゃん。あー、どうしよう、一個一個両方作れる。あ、いいじゃん、これでできたね。あ、いけんじゃん、じゃあ。鉄の、お、これと。やった、できた。これできる？ 2 個。欲しい。なくなっちゃった、鉄。鉄なくなっちゃった。傷癖使っちゃった。もう傷薬すぐ使っちゃう。コンボ捨てよう、まず。はい、オッケーオッケー、いい感じ。あー、強そう、超強そう。あー、強そう、これは強そう。かわいいし、すぐ使おうとする。くらえ！フレーム、エレクトニック、ビッグ、サンダー、スラッシュ！